皆さんこんにちは。平成28年10月号の WebTV 阿蘇プラスです。さて今月は嬉しいニュースからお伝えします。9月16日金曜日、熊本地震の影響で通行止めとなっていました阿蘇登山道路の一部が地震発生以来5ヶ月ぶりに開通しました。この日午前10時から一般車両が通行できるようになり、通行止めのゲートが開けられると早速観光客たちの車が山上へと向かっていました。今月で地震発生から半年を迎えますが、久しぶりに阿蘇山上に活気が戻り嬉しいニュースでした。この季節はススキも綺麗ですし、ぜひお出かけになってみてください。なお阿蘇登山道路が通行できるのは午前7時から午後7時までで、阿蘇市の防虫キャンプ場から阿蘇山上までの10キロの片側交互通行となっています。続いては久々の阿蘇門いいもんのコーナー、お待たせしました新米をご紹介します。ここ阿蘇市では平地よりもおよそ1ヶ月早く新米の収穫が始まりました。今年は熊本地震の影響で農地が大きく陥没したり水路が破損し十分に作付けできなかった農家もありました。例年よりも作付け面積は減ったものの、今年は梅雨明けの好天に恵まれ、収穫量は平年と比べて1割ほど多くなっているそうです。収穫されたお米は精米され次々に出荷されています。阿蘇市では標高が高く気温の差が激しいため害虫が少なく、またミネラル豊富な湧水で育つのでお米のうまみが引き締まった新米が取れます。オンラインショップアソモでは5軒の農家さんが登録されていて、現在コシヒカリとミルキークイーンの出荷が始まっています。これからは森のくまさん、峰朝日、姫好み、日の光なども出荷され、現在予約を受け付けています。それぞれにお米特徴がありまして、冷めても美味しくおにぎりに適したお米だったり、またもち米に似た香りと食感が楽しめるお米などありますので、ぜひ食べ比べをしてみてください。アソモの新米について詳しくはアソモのホームページをご覧ください。さてアソモでは熊本地震発生後阿蘇復興支援セットを販売し、全国からたくさんのご注文をいただきました。本当にありがとうございました。9月末時点で8000件以上が発送されており、売り上げの一部は阿蘇神社へ寄付させていただくことになっています。そしてこの度10月5日に阿蘇神社に豊産金として奉納する運びとなりました。このことについて詳しくは WebTV 阿蘇のニュースの中でも詳しくお伝えしますので、ぜひご覧ください。 WebTV 阿蘇プラス、今月号の WebTV 阿蘇プラスいかがでしたか。さて来月11月6日日曜日にはこちらも久しぶりの阿蘇マルシェ、ここにチラシがありますが開催されます。今回は大阿蘇ジャンボリーとの同日開催で、ますますパワーアップしたマルシェとなっています。また熊本地震からの復興マルシェとしてありがとうをテーマに開催され、さまざまな企画をご用意しています。中でもチラシの裏にもありますが、赤字覚悟のサンキュー390円商品、こちらは出店店舗すべてが阿蘇の食材などを使った商品を390円で販売します。すでにホームページでも詳しく商品が紹介されていますが、スイーツから今年の新米、当日会場で楽しめるグルメや熱気球体験、さらにお土産に最適な新鮮野菜や特産品まで、普通なら390円での販売は考えられないぐらい充実した内容です。もうね、私なんか全部買いたいぐらいのラインナップなんですが、もしかしたらお客様の中には全部買っちゃうっていう方もいるかもしれませんね。11月6日開催の第18回阿蘇マルシェについては次回の WebTV 阿蘇プラスで詳しくご紹介する予定です。お楽しみに。それでは WebTV 阿蘇プラス、今月はこれで失礼します。さようなら。